犬猿ならぬ犬猿の中。巨人 OB の牧原博美氏、58スポニチ本誌評論家が、新庄新監督の手腕に大いなる期待を寄せた。99年6月12日の対戦では敬遠のボールをさよなら出された牧原氏。バイクに乗る、天井から登場、マスクで変身、と奇抜な発想が目立つ新庄新監督だが、その裏には冷静な計算もあると語った。さて、何を仕掛けてくるか。新庄新監督。非常に楽しみだ。来春のキャンプ、そして開幕戦。誰に遠慮することなくどんどん飛ばしていってほしいね。99年6月12日。私は阪神、新庄に敬遠球をさよなら出された。誰も想像できないことをやってのける。だから面白い。実は1ヶ月ほど前、私の YouTube チャンネルミスターパーフェクトチャンネルの企画で対談をさせてもらった。当然、22年前のことも振り返ったけれど、決して行き当たりばったりではなく、しっかりと考えて準備をする。そんな新庄像を改めて感じたよ。敬遠球を打った時も、その2日前の広島戦でのフリー打撃で5球だけ、高めのボール球を打つ練習をしていたという。新庄は3球成功したと言っていた。世間のイメージは奇想天外かもしれないが、いろいろ考えつつ、冷静に自己プロデュースをしている。大リーグ移籍も最初からプレーするのは3年と決めていたという。事前の準備とプランニング。そんな姿勢は指揮官としての采配にも生きると思う。本人とは初めてゆっくり話をした。今後について新しい、やりたいことが見つかった。でも言えませんと。何度も突っ込んだけど教えてくれなかったね。そんな新庄は人を引きつける、相手に聞かせる力のある話し方をする。このコミュニケーション能力も大きい。監督には言葉の力も必要。みんなを魅了する言葉をしっかり話せるし、選手やファンへの発信力にも期待できる。守備の話もしていた。自身が外野の名手。両翼100メートルの新球場エスコンフィールド北海道で、守れて足の速い選手を好みそうな気もする。プレレのことはもちろん監督はこういう人という固定観念も打破してほしい。日本ハムの雰囲気もガラリと変わる。新庄監督による総合プロデュースが本当に楽しみだ。本誌評論家。新庄新監督の敬遠球さよならだ。阪神時代の99年6月12日の巨人戦、甲子園。4対4の延長12回、1-1、三塁で巨人の守護神、牧原に敬遠された新庄だが、2球目の外角ベルト付近の直球に踏み込んでスイング。打球は三遊間を抜けるさよならだとなった。巨人は左足が打席から出ていたと抗議するも実らず。新庄はこれは美味しい、と。ショートがセカンドについていたんで転がしたらいけると思った。牧原は、足が、出たよ。絶対にと叫んで帰りのバスに乗り込んだ。